こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕が愛してやまない無印良品の商品の中から実際に愛用しているものをですね、皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。僕は無印良品が大好きで、多い時だと週にそうですね、2、3回ぐらいは足を運んでいるかなと思っています。 仕事ではよく銀座に行くんですけど、昨年結構大きな路面店が銀座にできたので、そちらにはよく足を運んでいます。また家の近くにも無印商品があるので、そちらもよく利用しているんですが、まあ無印っていろんな商品が並んでますよね。もちろんお洋服も並んでますし、家電もあれば、植物もありますし、生活雑貨なんかも充実しています。 いろんなアイテムがあるんですけど、その中で僕が考える無印の魅力っていうのをまず最初にお話ししてみたいなと思っています。無印良品の商品に共通しているポイントがいくつかあるんですけども、僕が一番気に入ってるポイントというのは、シンプルで生活に馴染みやすいデザインなんですね。無印良品のアイテムってどれを見てもなんか無印っぽさってあるじゃないですか。決して木を照らってなくて、ベーシックでシンプルで使いやすいものが多いんですね。 ちょっと地味に感じるぐらいのアイテムなんですけども、無印良品のアイテムを買ってきて家に置いたとしても、そこに前からあったようにスッと馴染んでいくのが無印良品の良さだと思うんですね。世の中にはいろんなアイテムがあるんですが、結構デザイン的には凝ったものだとか、ワンポイントあったりアクセントがあるものが多いんですけども、そういった無駄を一切排除して、無印はシンプルで使いやすいものをたくさん出している。ここがすごく僕の気に入っている点なのかなと思っています。そして価格もいいんですよね。 ものすごく激安というわけではないんですがこの品質でこの価格だったら間違いないよねというようなコストパフォーマンスが非常に高いものが多いんですね、まあ、日常的に使うものですからそんなに高すぎると気軽に買えないじゃないですかその点無印は気軽に手が出しやすい価格設定になっているのでそこも非常に気に入っている点なんですね 確かにいろんな商品比べてみると、無重視の商品が必ずしもベストだとは限らないかなと思っています。他にもいろいろといいものがあるんだけど、価格ですとか、買いやすさですとか、デザイン性ですとか、 手軽さですとか、そういった様々な項目を総合すると、結局無印を選ぶっていうことが結構多いんですね。まあ一言で言うと無印良品はオールラウンダーのような気がしていて、僕の中では欠かせないブランド、お店だったりします。そんな僕が愛してやまない無印良品のアイテムの中から、実際に愛用しているものを皆さんに今日はご紹介をしてみたいと思っています。まず1点目なんですが、こちらにかかっているハンガーですね。アルミハンガーというアイテムなんですが、 これはですね、もう僕が無重用品の中で一番買っているアイテムなのかなと思います。通算でどれぐらいでしょうね。少なくとも50本とか。 60本以上は買ってるかなと思います。ハンガーって皆さんも日常的に使うものだと思うんですが、結構バラバラのものを使っている方が多いと思うんですね。例えば、クリーニングから帰ってきたハンガーをそのまま使っている方もいらっしゃると思いますし、いろんなお店で適当に買ったハンガーがクローゼットの中に並んでいる方、非常に多いと思うんですね。でも、ハンガーというのは、できればですね、同一のもので揃えた方が、クローゼットの中が分かりやすいですし、美しいんですね。 クローゼットを開いた時になるべくストレスなく服が見渡せた方がいいかなと思うのでぜひハンガーは統一をさせていただきたいなと思うんですね僕が以前使っていたハンガーというのはイケアの木製のハンガーだったんですねこれが結構品が良くて僕が気に入って使っていたんですがいくつかデメリットがあったんですねまずイケアっていうのはそうそういかないじゃないですかですのでなかなか気軽に買い足せないというデメリットがあるんですねそして結構厚みがあるのでクローゼットの中でも幅を取るんですね その点この無印のアルミハンガーというのはまあ、とにかく薄いですよね。そして軽量なのでこのハンガーで揃えると結構たくさんのお洋服が収納できるのでめちゃくちゃ便利なんですねで。デザインもやはり無印らしくて全く無駄がありません。そして色はシルバーで清潔感のある印象でまあ、これが一番使いやすいなと思ったんですね。 他にもいろんなハンガーがありますし、ベストはこれかと言ったら他にもあるかなと思うんですが、価格が安いということ、そしていつでも揃うこと、そして薄くて使い勝手がいいこと、この3点を兼ね備えたハンガーというのは多分ですね、他にないと思うんですね。トータルバランスで言うと一番これが使い勝手がいいので愛用しています。まあこれ以外にも僕が使っているハンガーがありまして、例えばジャケットだとかコートのような重量に関してはちょっとこう肩周りがしっかりとしている方がいいので、こちら。 マイネッティというブランドのものなんですが、こういったハンガーを使っています。これは楽天でまとめ買いをしているんですが、非常にこれも愛用しているハンガーの一つです。あとはパンツに関しては、ここにかかっているマワというブランドのものですが、これがですね、非常に使い勝手がいいんですね。この部分がですね、ゴムになっているので、パンツがずり落ちてこないんですね。ですので、パンツ系のハンガーはこのマワで全部統一をしています。 このようにですね、ハンガー、うちにはですね、3種類ありまして、主に使っているのが無印のアルミハンガーで、ジャケットアウター類はマイネッティ、パンツに関してはマオを使っていて、統一感があるので、見ていて非常にストレスがないですし、美しい収納になるので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いてご紹介するのは、こちらもハンガーなんですけども、ネクタイをこのようにかけるようなハンガーになるんですね。 まあアルミ製のハンガーで素材的には同じなんですけどもネクタイの収納に特化したハンガーなんですね僕はですねネクタイの数が少ないんですね元々はたくさんあったんですがやはり最近クールビズですとかどんどんカジュアル化しているのでそんなにネクタイの数が必要ないんですねですのでだいぶ数を減らしまして今はだいたい78本ぐらいで回しているんですねですのでこの無印のネクタイ用のハンガーで十分に足りるかなと思っています結構シンプルな構造でしっかりと押さえてくれるので非常に使い勝手がいいかなと思っています 通常だとこちらはネクタイ用のハンガーなんですが僕はちょっと違った使い方もしてるんですね実は僕はこのハンガーを全部で3つ持ってるんですがネクタイ外にバッグをかけるようにしてるんですねちょっとやってみたいと思います こちらは先日買ったユニクロ U のバッグなんですが自宅から事務所まで通う5分の間によく活用しているものなんですねこういうバッグをクローゼットに収納するときにこちらのハンガーを僕は活用していますこのようにハンガーにかけてしまった方が見やすいので僕は結構このように使うことが多いです他にもトートバッグがいくつかあるんですがすべてこのようにネクタイ用のハンガーにかけて収納していますこの方法もぜひ皆さんにお勧めしたいなと思いますのでぜひ試していただきたいなと思っています はい続いて3点目なんですが、まあ、無印良品は収納系のアイテムがすごく充実していて僕もかなり使っているんですね、まあ、机の中に入れるようなこういったちっちゃなケースだとか洗面台の中にもですね無印の収納系のケースがたくさんあります家の中の至る所に無印の収納系のアイテムがあるんですが、まあ、その中でも結構僕が気に入っているのがこちらなんですねよっでかい 頑丈ボックスというシリーズなんですが、これがですね、すごい気に入っていまして、全部で僕は5個所有しています。自宅に3つありまして、そして事務所にも1個あって、あとは車のトランクの中にも入ってるんですね。これがですね、めちゃくちゃ収納力が高くて、なおかつデザインもシンプルですごくこう、生活の中に馴染みやすいんですね。そして名前にもあるように、すごい頑丈なんですね。 この上に座ったりですとか、これを台にして立ってもいいぐらいに、すごく頑丈にできています。この中にはですね、着なくなった服を収納したりですとか、いらなくなった服とか、これから売ろうと思っている服なんかを収納して、まとめてお店に持ち込んだりしています。服だけじゃなくて、例えば車の中に積んでおくときには、洗車道具であったりですとか、外で遊べるようなおもちゃなんかが収納されています。一つあるとめちゃくちゃ便利なんですよね。ちょっと重たくなってきたので下ろしますね。 これは結構知る人ぞ知るアイテムで売り切れていることも非常に多いんですが見つけた時にはチャンスですのでぜひ皆さんにも購入をしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、今まで収納系のアイテムをいくつかご紹介したんですが、もう一つですね、僕にとって欠かせないジャンルがあるんですね。それがスキンケアというジャンルになります。結構ですね、無印良品の化粧品だとか、スキンケア用品というのは評判が高くて、価格が割とこなれてる割には品質もすごくいいので、愛用している方非常に多いんですね。まあ、先ほどもお伝えしたように、無印の商品というのがベストかというとそうじゃないこともあります。他にもたくさんいいものはあるんですが、価格ですとか、 買いいやすすささでとととか手頃さっていうところを考えると意外とですねオールラウンダーで無重視にかなうアイテムってあんまりないのかなと思っています、まあ、その中で僕が愛用しているのがこの2つのアイテムなんですね1つ目がクリアケアオールインワンジェルといいましてこれは洗顔後に使うようなアイテムになっています僕も30代後半なのでそれなりにスキンケアにはこだわるようになったんですがあんまり手間がかかるのは好きじゃないんですね 例えば、顔を洗った後に、化粧水をつけて、乳液をつけて、美容液をつける。このステップというのが基本的なスキンケアになるんですが、なかなか面倒くさいですよね。ですので、できればもうちょっと手間をかけたくないなというところで、このオールインワンジェルというのは、 化粧水と乳液と美容液の効果が一本にこうガッチャンコされてるアイテムなのでこれさえ持っておけばスキンケアが楽にできるんですねこのオールインワンジェルは3つほど種類があるんですがこのクリアケアというものが一番ベタつかないので男性には特におすすめしやすいアイテムなのかなと思っていますまあオールインワンジェル結構高いものも試したんですけども確かに高いものいいんですがあんまり高すぎるとちょっとチビチビ使ってしまったりですとか新しく買い替えるときに心理的なハードルが高いんですよね ですので、そんなに価格をかけすぎないで、 たっぷりと使った方がいいと思いますし、長く継続した方がいいので、やはり無印のこのオールインワンジェルというのが、一番僕の中では心地がいいアイテムなのかなと思っています。まあ、ズボラな男性でも使い勝手がいいので、皆さんにもぜひお勧めしたいなと思っています。で、最近買ってすごく使い勝手がいいなと思っているのはこちらなんですね。何かというと、これ日焼け止めなんですね。なんか日焼け止めっぽくないですよね。薬用美白日焼け止めミルクという形の商品名になります。僕はまあ美白をしたいわけではないんですけど、 と言っても、これも使い勝手がいいんですね。 まあ肌のためにできることって言ったら、基本的には日焼け止めでなるべく紫外線を防ぐということ。そしてまあ保湿をすることですね。この2つのケアがまあ基本となるとは思うんですが、こちらの日焼け止め何がいいかというと、まず匂いがいいんですね。日焼け止めって結構特有のなんか嫌な匂いしませんかこちらの日焼け止めは結構香りがスッキリとして使いやすいんですね。匂いの点でも非常に気に入っているのと、あとこれポンプ式になっているので、軽くこのようにプッシュするだけで出るので、その点も使い勝手がいいんですね。 いちいちキャップだけ言うのって結構手間だったりするので、こういったポンプ式っていうのもすごく使い勝手がいいかなと思っています。で、今手のひらにこう乗せてるんですが、結構伸びがいいんですね。 で、このように塗っても伸びはすごくいいですし、香りもいい。しかもですね、肌に塗るとしっとりするんですね。ヒアルロン酸が入っているので、そういった肌にもいい成分っていうのも非常に嬉しいポイントなのかなと思っています。で、また価格が安いんですよ。1000円しないぐらいで買えるので、これも気軽にどんどん使えるアイテムなのかなと思っています。僕は日焼け止めは基本的に夏だけではなくて、もうほぼ一年中使うようにしています。 ですので、なるべく金額が安いのと使い勝手がいいというところで、まあいろいろ考えると無印のものがベストに近いかなというふうに感じています。ぜひズボラな方は無印良品のオールインワンジェルと日焼け止め活用してみていただきたいなと思っています。 はい。ということで僕が愛してやまない無印良品の5つのアイテムをご紹介させていただきました。どれもですね、僕自身が愛用しているものなので、皆さんに自信を持ってご提案できるかなと思っています。どのアイテムも比較をすれば他にいいものがあるかもしれない。それでも無印を選ぶ理由というのはバランスなんですね。 デザインが良くて価格もこなれていて機能的で生活に馴染むということ。このバランス感覚の良さというのは他のブランドには全くない魅力だと思うので僕はこれからも無印良品のアイテムを愛用したいなと思っています。これからもですね、どんどん無印良品のアイテムをご紹介していきたいなと思っていますのでぜひお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。